こんにちは。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 くれんの？ありがとう。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お世話になります。こんなくれんの？こんなくれんの？かわいいのくれて。緊張してるけどよろしくね。俺も緊張してるから。入ってな。入ってな。どうぞ。どうも。お名前知ってんで。お名前知ってんで。C から始まるもんな。恥ずかしかった。はじめまして、白瀬です。ちょっと考えてたんだね。あ、それ嬉しい。それ嬉しい。めっちゃ嬉しい。それめっちゃ嬉しくて。え、それなんで嬉しいか言っていい？なんか曲を作るってその人になることやと思ってて、だからこうこの1時間ぐらいで俺しげくんになる。うわっ、なんか書いてくれてるやん。明かりはね、ちょっと書いてくれてるやん。エクボ出てるやん、ほんで。なんかね、これ、あかりが生き死に本当は書いたメモなんで、ね。メモ見ていいの？いやいやな、メモなんか見られたくないよな。え？じゃない？いいの？食べようか？食べようか？歌詞を先に作るのか、メロディーを先に作るのか、どっち？うわぁ、こういろいろ質問してくれたりとか、砂時計好きですとか、こうなんか謎の団子を置いてあるとか、これがめっちゃ大事なんですよ。これパズルになるから。架空の三色団子屋さん。聞いてもらおうかな。まずちょっとひらがなの方ちょっと渡すね。ひらがなの方がいいよね。はい、こっちが漢字の方です。はい、こっちが漢字。サビもある。サビってかこさん、ちょっと一回できて、ちょっとまだでもパズルしたいとこもあるんですが、ちょっと一回聞いてもらいます。それは君が好きだからだよ、君のことぎゅっとぎゅっと言うの、ほんとごめんね、それは君が言う。撮っていくやっているんですが、どうでしょうか。結構僕が前に朝この明かりをバスまで送ってくるので。あ、やっぱりそうなんですか。あ、バスまで送ってるんだ。送れるないように。送れないように。僕の役目だったんで、役目なので。ああ、そうだったんだ。そうですね。重治を送るのは私で、明かりを送るのは夫。えー、面白い。そうなんだ、役割分担があるんだ。お父さんが遠くの時はお母さん。そうだね。でも、で、朝忙しいのに、なんかね、重治がパンの角までジャムが濡れてないとか怒ったり、そんなことも言うんですよ。あんこギフトが愛着したんですけど、あんこの言い方が悪い。そんなことどうでもいいから食べてって言うんだよね。
これはもう本当に、あの僕が奥さんに言われても絶対に反対しないっていう友達もいてくれて、あー、そうね、いいことで、こう一回しかないチャンスだよねっていう。で、本当にこの1年、歌、白瀬さんの歌にも、白瀬さんの歌詞にもずっと支えられてたから、もうね、今本当にこれを聴いて幸せだ。ずっとずっと聴いてたもんね。嬉しい。いや、私が聴きすぎて、ずっと、ほんとね、ずっとね、車の中でもずっと、家の中でもずっとずっと、歌詞も大好き、歌も大好き、声も大好き、だから、今日本当の、こういう声で、ほんと幸せだなって思います。ありがとう。ありがとう。そう、泣きながら笑ってるでしょ。だから泣きたくて幸せなんだけど泣いちゃうの。ちっちゃい声で言ったらバレた。でも大人になると幸せだっていう中にも悲しいことも辛いことも乗り越えて、でも今幸せっていうのがあるから泣いちゃうのかな。泣きながら笑ってる。泣きながら笑ってるな。心の形が変わったら。ね、いや、すごいいい言葉もあった。